ヒリオス。これがニューエラで、これのキャップなんで、これが、すいません。それでこの間のデータが消えてしまったので、あんだけ撮ったのに。撮ったのに消えちゃいました。あんだけ技出したのに。はい、待ち。新テニスの王子様、コーツ2本ラケットを使って、二刀流のテニスを使いて忘れてきちゃった。え、もう1本忘れて出たんですか。じゃあフェデラーモデルできます。フェデラーモデルの二刀流。タイブレイク行く。タイブレイクくらいちょっとやってもらおうか。やってきたらでいいんですけど。オッケーです。ウォーミングアップ大丈夫ですか。ウォーミングアップは今撮影終わったところなんで行きましょうか。じゃあこのまんま2本持たないといけないんですけど。2本持って打ちます。サーブは右で打ってました。サーブは右。まだ誰もこれは YouTube 界でやった人がいないので。ああそう、よし。まずはね、トスをどうやって上げるかが問題なんだよね。これは最初ラケットにガットに当てるのはあり。フォルトになっちゃう。もうこれ厳密に言われてもね。アップ。アップなので。はい。では選んでください。じゃあサーブ。サーブで。はい。サーブ選んじゃったよ。サーブ選んじゃったけど、お願いします。もうサーブで今頭いっぱいだったな。ちょっとこれを、僕は左なんで左にちょっと展開を持ってきたいと思います、はい、なかなかいいサーブ打ってんだ。わからないな。これでいこう。失礼。よし、分かった。握っちゃダメなんだ、これ。普通のトスと一緒ですね。ほっ。まあ、これはセオリー通りですね。結構きっちりコールしてきますね。このパターンに持っていければいいんだけどな。ロック。両方フォアですけど。両方フォアです、うん、ノーThank you.
右、あ、じゃあ次からそうします。完全に大津コーチ勝ちに来てるな。ちょっとプレスかけます。聞こえたかな。よしサロンです。厳しいね。最後しぶとかったね、大津コーチ。ありがとうございました。いや、本日もすいません、またやってもらって。あまりいい結果は出せなかったですけど。いや、スーパーショットがあって面白かった。はい、ありがとうございました。この動画が、面白かったらぜひチャンネル登録、高評価、SNS のシェアよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。なかなかなんか面白いあれしてきますね、大津コーチは。アニメオタクなんだ。ああ、そうですね。スコット・デイビスみたいにこっちから上げればいいのか。スコット・デイビスって誰ですか。スコット・デイビスって言ったらマッケンローの子の後輩でさ、スタンフォードの。トスどっち上げる？右で上げる？トスは、スコット・デイビスはこう上げるんじゃなくて、こうやってあげん。逆の方であげる。うん、そう、こうやってあげん。